松ヤニからドラマとかで使う偽物の瓶作りました。今までもね、なんか一回作ったことあったんですけども、それはですね簡易的な形で作ったんですが、今回はですねシリコンでオロナミン C の型を取ってですね、今回作ってみたんですけども、いろいろあってで最初思ってたとは違いますけども、できましたね。破片なんですけども、オロナミン C だもんこれね。今回何をやったかというとですね、松ヤニを燃やしたんですよね。燃やすとですねロジンっていうのがポタ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 落ちてくるんですよ。そのロジンがですね飴のようなね性質を持ってるんですよね。固まるとパリッと固まってパリパリッと砕けるんですよね。まるで飴細工と同じような感じになるんですよね。それの性質を使って今回は偽物のね瓶を作ったという形なんですけども、一昔前までのドラマとかではですね松ヤニから作ったね偽物の瓶も作ってたそうなんですけども、飴の方がねリアルに砕けるということで松ヤニのビール瓶がねなくなったということなんですよね。だからねやっぱ粉みたいなのがいっぱい散らばってましたよね。あれがなんかリアルじゃないらしいんですよね。というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。